ました。青木さんの大きな声で辛い最後を走ることができました。中学からは最後の追い込みは青木さんの声が聞こえると妄想して走っていきたいです。青木さん、たまにまだ間違えるけど名前を間違えずに呼んでくれるようになって嬉しいです。小田さんがいつも大会の時ビデオを必ず撮ってくださったおかげで自分の足でを何回も見ることができました。女子トークができたこともいい思い出です。上田さんが励ましながらダンスをしてくださったおかげで800のタイム3分を切ることができ、そこから長い距離を走る自信を持つことができました。ドリームに入って目標にしていた持久走大会で1位というのを6年生最後に達成でき、努力してきてよかったなと思います。コーチの皆さん、毎週のご指導ありがとうございました。中学でも陸上を頑張りたいと思っているので応援よろしくお願いします。6年生のみんなへ、みんなと一緒にドリームを卒業できて嬉しいです。思い出がたくさんです。ドリームのみんなともお母さんの作ってくれたお弁当を食べながらみんなで輪になり、待ち時間も楽しく過ごせました。ドリームを続けてきてよかったなと思います。これからも努力すること、仲間を大切にすること、周りに感謝することを忘れず頑張りたいと思います。ドリームのみんなも頑張ってください。応援しています。ドリームに関わるすべての皆さん、ありがとうございました。青木さん、小田さん、井田さんはじめ5年生保護者の皆さん、またスタッフの皆さん、心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。青木さん、小田さん、井田さん、コーチの皆さん、姉のセナも卒業をさせていただき、ひらりは約5年間大変お世話になりました。三姉妹の末子のひらりは家では甘え坊ですが、外でクールでコーチの皆さんもとっつきにくかったのではないかなと思います。ひらりが東京ドリームでお世話になった5年間は、途中コロナ禍もあり当たり前の日常がなくなり誰もが疲弊していた時期でも、子どもたちの練習の確保、陸上を続ける環境を作ってくださっていた皆さんがいたこと改めて振り返り、どんな時でも子どもたちの笑顔を守っていただき、子どもたちは目標を持ち意欲的に生活できてきたことは皆様の個人力のおかげさまだと思っております。本当にありがとうございました。キラリは陸上の楽しさを知り、仲間と出会い共に成長することを喜び合って、時には悔しさも味わい、心身ともに大きく成長させていただきました。親として我が子の勇姿を見ることは嬉しいことで、それは結果もそうですが、何よりそこまでのプロセスを間近で見たり一緒に経験し、濃厚な親子の時間を過ごすことができたこと、これは東京ドリームだからこそだと思っております。未熟ながらもキャプテンの大役を任せていただき、コーチの皆さん、6年生のみんなの支えのおかげさまでやり抜くことができました。親バカではありますが、真面目に精一杯キラリのベストを尽くしていたと思います。至らないところもあったかと思いますが、貴重な経験をさせていただいたこと感謝申し上げます。ありがとうございました。最後の 1,2 年は小学校の仲間が入ってくれて、今まで以上のキラリの笑顔をたくさん見ることができ、私も一緒に楽しい時間を過ごすことができました。ドリームのみんな、保護者の皆さん、ありがとうございました。コーチの皆さん、温かなご指導たくさんありがとうございました。そしてキーちゃん、東京ドリーム卒業おめでとう。たくさん頑張りました。ひらりの努力をたくさん見れたこの時間は最高のプレゼントで宝物です。
よく続けましたね。ありがとう。キャプテンになることが決まった時にママと3つの約束をしましたね。1つ目は自己ベスト更新に努力をしていくこと。2つ目は仲間の苦しみも喜びも一緒に味わうこと。3つ目は困っていたら気づいてあげられる人の瞳の分かるリーダーになること。約束に向かって真面目に取り組む姿をいつも応援して見てました。ドリームをもうそろそろ卒業だけどどうだったと聞いた時に、正直この1年はキャプテンをしっかりしなきゃといつも気を張っていた。だけど終わってみるとすごく寂しいと話した嫌いでした。頑張ってきましたね。ドリームの皆さんのおかげさまですね。東京ドリームに入って素敵な大人の人に出会えたこと、経験したたくさんの思い出を宝に、これからもキラリらしく頑張ってください。ママは一番の応援団で一番のファンです。卒業おめでとう。最後になりますが、これからの東京ドリームの繁栄とご活躍を心より応援しております。本日はありがとうございました。6年生と保護者の皆様、本当にありがとうございました。ちょっと時間が前倒しされてるんで、10分間休憩しましょうか。はい、10分間トイレ休憩します。
出た待ってね、Thank you.
しておりますでしょうか。誰か。